おはようございます。速稼塾の久保でございます。時代は移り変わると言いますけども、最近の子供たちの流行りってのはなんかこうゲーム実況ってのがあるらしいですよね。私はちょっと見たことないんですけども、振り返ってみると、私がその10代の頃、そして20代の頃に憧れてきたっていうかね、印象にすごくあったのは、例えば菅原文太さんのトラック野郎っていうね、こう運送会社さんの話かなというふうな印象があるんですけどね。それとかね、私がものすごく見てたのはビーバップハイスクールっていうね、いわゆる突っ張り学生のドタバタギャグ、漫画ですか、ああいうのとかね。あとは正義の味方がちょっと派手なハードボイルドをする西部警察みたいな大門軍団とか懐かしいなと思ったりね。あとこれはアニメになってないんですけども、あいつとララバイっていう漫画がありました。バイクが主人公だったかな。それから湘南爆走族とか、最近という最近ではないんですけども、ぶっ込みのタクとかね。要するになんかバイクを中心として青春時代が展開される15の夜の尾崎豊さんみたいなものですけどね、そういったものがあるなと思い出すわけなんですよ。で、時代は移り変わると言いましたけども、そうなんですよ。私たちが若い頃に考えていたものって今は通用しなくなっています。そして今若い方がね、私たちの年代になった頃、やっぱり通用しなくなってるんじゃないかなと思います。その中で脈々と続いてるものっていうのは、多分お金を稼ぐ方法なのかなと思います。お金に関する興味っていうのは多くの方が持たれてると思いますので、やっぱりね、速稼塾はこのお金を稼ぐっていう方法、日常にねゴロゴロ落ちてるんですよ。お金を稼ぐ方法って、今日もね5万5000円とか9万5000円とか簡単に手に入る方法っていうのがあるんで、それをね今動画撮ったんですけども、これは今日は一般公開しますよ、こういうので。昨日も一昨日もなんか一人で月収100万取る方法とかあるわけですから、どっかの会社に所属するとかね、職業訓練を受けるとか、何かのトレーニングを受けるとか、そんなこと全然しなくても月収100万っていうのをゴロゴロしてるわけなんですよ。ただ教科書通りに教育訓練を受けて、教科書通りに職場を探すってことをやってると見つからないんですよ。で、私みたいなそういった、なんですかね、道を外れた人間っていうのは、はっきり言って、そういうふうな隙間産業によってですね、人が全然手を出さないものの中に、人がものすごく必要としているものっていうのをね、すごく感じることができるんですよ。まあそういうふうなことをね、これからもお話していこうかと思います。ただそれは、固定概念を、取り払ってね、シンプルに自分の人生を構築したいと思えば、誰でも見つかることですし、誰でもできることなんですよ。要するにね、情報ってのは隠されてないんですよ。それを掴みに行けてない人がいるんですよ。そんな情報があることすら知らない。だから見てる方向がこっちなのかこっちなのかですよね。砂漠しか見てなかったら砂しかないと思うんですけども、オアシスだけを見てると水しかないと思うんですよ。だから両方とも見てことが大事なんじゃないかなと思います。そういう意味ではですね、今の若い方を見ることも、そして私たちの若い方ことを思い出すことも大事なのかなと思いますよね。いろんな視点を持っていきたいなと思います。月収100万の稼ぐ方とかね、一人で5万円稼ぐ方とか、もう最近は速稼塾はねどんどんこういうのもやってますんで、まあ昔からやってたんですけど、最近思い出すようにね、またね、儲ける方法って人の役に立つすごくシンプルな方法かなって思ってるんでお伝えします。ただやっぱり大事なのは、人として優しくありたいとか、人の役に立ちたいとか、社会貢献したいってことだと思いますので、儲かる方法が役に立つと思うんだったら、儲かるどんどん出していくと。で、儲かる方法をいろんな人に教えたいんだけども、儲かるネタがないっていうことは、これはまたね、厳しい言い方すると人の役には立ってないんじゃないかなということなんで、人の役に立つために情報をリサーチするっていう、そういうところに意識を向けていかなくてはならないのかなと、また思うわけなんですよね。いやーね、でもそれにしても昔トラック野郎みたいな漫画懐かしいですね。映画ですか、相川欽也さんとかね、菅原文太さんとか、もう当時出てた映画俳優さんもいらっしゃらなくなりましたけども、この時代にもね、できようがないっていうのがちょっと寂しいような気がします。西部警察みたいなものもね、もう多分できないでしょうしね。最近出たらその危ないデカですか。ああいうのももうできないでしょうね、きっとね。最近は何ですかね。私たちが憧れるものっていうのは、なんか今じゃ通用しなくなったのかなと思う、そんな朝でございました。それでは失礼します。